グループ時代1956。右端の人物がフークワ・ハービー・フークワは、アメリカのリズムブルースシンガー、ソングライター、レコードプロデューサー、レコードレーベルの重役。R&B、デューアップのグループ、ムーングローズを1950年代に弾いた。当時のヒット曲になどがある。バリトン担当のハービー・フークワの歌声は、ブルージーで軽快であり、シーソーや、 マスカレードイズオーバーといったロックンドール風の曲、プリーズセンドミーサムワントラブ等のブルース風の曲でリードを取っている。やがて、フークアが本格的にリードを取るようになってから録音した恋の10回で、そのブルージーさが受ける。その後、ミシガン州でトロイトのモータウンの大物の一人となり、彼のグループはマービンゲイに音楽のキャリアをスタートさせた。 当時の妻グウェン・ゴーディと彼のレーベル、アンナ・レコードは、モータウンの最初の大ヒットシングル、バレット・ストロングのマネーを配給した。フークアは後に、グウェンの弟、ベリー・ゴーディにアンナ・レコードを売り、モータウンのソングライター拳銃役となった。インクスポッツの構成員、チャーリー・フュークアの甥いであり、映画監督、アントワーン・フークアのおじである。1971年にモータウンを去り、 RCA レコードと契約し、バンドニューバースで成功。シルベスターやツートンズオーファンなどでディスコヒットを放つ。シルベスター、ダンス、ユー、メイクメフィールやアルバム、スターズが売れた。また、スモーキー・ロビンソンのツアーマネージャーも務め、1982年にデンマークにイントン中のマービンへと再会し、彼の復活アルバム、ミッドナイトラブを制作し、 ドラムマシン TR-808 を使ったシングルセクシュアルヒーリングが歴史的成功を収めた。2000年にレーベルリセルジングアーチストレコーズを設立。映画サタデーナイトフィーバーサントラの MFSBKG の共作者でもある。ありがとうございます。